4月5日瀬戸内です。今年はねかなり遅れ気味だったんだけど、ようやくあの水面で盛んに捕食しだしたね。でまあ3月もね水面で餌は食ってたんだけど、あのミジンコレベルのねちっちゃな餌しか食ってなかったんで、広島山口あたりはねちょっとプラグが難しかったんだけど、4月に入ってようやく機能し始めました。まあカメラ用意する前にザラパピーで1匹釣れたんですけど、続けてやってみましょう。でここは割と明かりが強いので、そうだな、30メーターより向こう側がね少し暗くなってて、そこでねあの多少なりライズがあるので暗いところまで飛ばして、で、ある程度引いてきて、まあ、動いてるものの方が確実にあの目に留まるので巻いて引いてきて、そこで止めて待つ。これがまあメバルペンシルのある種基本ね。で、出なかったらそこでちょん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 と首振らせて出てまた待つ、ほぼこんなやり方で OK です。で、そこでバイトがちょっとこんなの結んでみた。はい、タップクラフトさんのところの、スタンディングスクイッドのミジェットをちょっと改造して後ろペラつけて、フローティングタイプのやつね、ちょっと進化中もね特別にしてもらって、水車でいけないか今テスト中です。おう、よく飛ぶ。水車ついてるのでとりあえずシュッシュッシュッと水車音を立ててステイ。まだ本格的じゃないな、水面炸裂のタイミングじゃない。シュッ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 、おう、違う、あれよそで出たやつか。ちょっちょっちょっと、ちょん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 、ステイ。ちょっと、あ、出るんだけどな、よそで出てるよ。いい音してる。ちょちょって寄ってこい。こい。来ねえな。あ、おっきりで出だした。あのライズが出るときってね、そのレーンになっ てそこ餌通ってるから、やっぱりライズが出てるとこへね、いいタイミングで投げないと間に合ったかな。よし、あー乗らない。やっぱりライズが出たとこ、今ミジェット投げたら出たけど乗んなかった。惜しい。水面でも餌食うんだけど、基本は水面下の状態だね。本当に水面食うときはもうバッチャバチャ出るからね、あちこちで。そういう状態ではない。うわっしゃ、よしよし、ミジェット来ました。出た、ミジェット来たよ。ザラでバイトがあってもなかなか乗らなかったときのにミジェット来ました。嬉しいな、これプロトで。プロトで釣れるのって嬉しい。ほら、これ、ミジェットで来たよ。これ嬉しい、嬉しい。よーしよしよし、いい感じだった。あの、トーピードとはね、
また違う水晶音がするんだよ、このミジェットの場合。ジュバッ、ジュバッっていう音がね、なんだろうな、ちょっと言葉で表現しにくいんだけど、トーピードとはまた違う音がする面白さ、ね、あります。プレゼンピケ、サンキュー。写真をお願いします。トーピードはさ、あのスイッチかけるとまっすぐまっすぐ進むの、ジュバッジュバッ、トーピードがね。でこのミジェットはスイッチかけると、あの平べったくてイカの形してるから、こうこういうふうにこうキュンとね、あのテーブルターンしながらジュバッジュバッっていうのね。そこがねちょっと違うから面白いなと思って。このフォルムで、でフローティングペンシル、水車をつけてっていう発想はメーカーさんなかったみたいだけど、やるとね面白い動きするよ。これは使えるわ。おお、ね、ライズが本当にあの、うお、シーバスが今、危ね危ね、ピックアップしようとしたら、カモーンだって。よし、まあ釣れたけども、釣れたんだけど、大豆がちょっと少ないので、普通のミノに結び替えます。この感じだとね、なんだろうな、水面には出てくれるんだよね。CB70 かな。まあ、ペンシルでね、あのザラで釣れて、ミジェットで釣れたんで、いきなり深くするんじゃなくて。これは川一枚水面か CB なのか、この巻きで釣れるかどうか。今ライズがない、とりあえずない。今度は止めずに巻きの釣りで川一枚水面下を通してくる。あ、ほとんどよし、食った。やっぱりだ、やっぱりやっぱり、あの以前の山口ロケの時と一緒だよ。やっぱりこのパターンは定番でありなんだよ、これきっと。うん、自分でも改めて思うよ。あのミノなんかのレンジよりもね、これペンシルだからさ、浅いのよ CB70 ってレンジが通ってくるね。でペンシルにできらない時の巻きの釣りで、ほら簡単に凝ったよ。これ案外こうメバリングのメバルプラッキングのこう定番になり得るよ、これするから CB70 もっとみんな使ってみて釣れるから。ほんともうね、これカメラ回す前に、ジェイドのサスペンド、それから、SPM の55とかね通してんだよ、いろいろで、ちょっと悔いが悪いなと思ってたから、ザラに変えて一発取って、うん、ミジェットで一発取って、ところが出ない、なかなか出ない、出ても乗りにくい、CB70 通したこれ一発だよ、これ、あるってこれ、これ本当に下手すると、こういう状況じゃ、ど定番になり得るよ、これ、よっしゃー。今日はね、ふぐみお姉さんがお供です。リッチロ、はい、ここ、画面。参戦させていただいてます。ほら。いいじゃん、このサイズ。バッチグリッチ6万 SS? はい。おー、いいね。ね。いいサイズ。今日、本日、1万じゃないか。いい、やりました。OK。
ちょっと潜った方がいいタイミング。潜ったみたいですね。うん、間違いない。あのもうメバルが本当に30センチから水面までの間をもうコロコロレンジが変わってる状態、ね、あの前回の、ケーススタディ3でも説明しましたけど、瀬戸内はねこういう面白さがね本当に。リッチ 60SS はなかなかあの優秀というか瀬戸内の海にはすごく向いたルアーなんだよね。でもメバルがねもう水面識し出すとこういう CB70 とかがもうバカみたいに強くなるっていうのがメバリングの面白いところです。よし、では僕もリッチ 60SS すぐ真似をしてみる。で結果が出ればなるほどって話になっちゃうね。よし、はい、リッチ60スプリングスクリーンです。でもあんまりそんなにたくさんいないね、まだね。よし、こっち投げてみよう。僕はうん、本命場所行ってみるかな。もうだいぶ潮上がったからそろそろ藻が避けれる水位になってるかもしれない。絶対あっちの方がサイズがいいのよ、うん、でも藻がすごかったからね。よっしゃ、やっぱりリッチが合ってるかもしれない。リッチ60のあのレンジが合ってるみたいよね。はい、サイズはだいぶ下がっちゃった。フグミ姉さんのやつの方がでかいけど、まあまあこれも悪くはないです。よし、さてじゃあ先発台なんでいくかなんだけど、まあ64ハミジャーミーに、フロルがねこれシーバスが来るんで 0.85 入れてます。4ポンドでフラグがこれシュガースリムミノ、70の朝食ハイパーイカナゴ、ね、もう季節的にあのイカナゴがねあの湧いててもおかしくないので、まあ、シルエットとカラーも合わせる意味でこいつ先発台でいってみましょう。よし、でこい。全くパチャリとも言わないからな。の水面近くは少しヤバそうな感じです、うん、結果出ないかもしれないよ。いればねなんだかこう肉眼でも見えたりするんだけど全く見えないんで、今日のこのポイントはってことだからね。ポイントによってはもう全然浮いてるとこもあるんだけど、ここはそんな感じじゃない。とりあえず広く巻いてチェック。かかんなくてもねあのバイトはしてくるので、何か応答があれば止めて食わせるなり沈めて食わせるなり浮かせて食わせるなりのね、手段を講じますけど、とりあえずは巻いてチェックです、うん、シーバス君が見に来ますね。シーバスが見に来てる。
60センチくらいになってた。スイッチを入れて止めて、またゆっくり巻いて、パンパンパンとスイッチ入れて止めて、おっ、あ、しこった。あ、いかん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 。あー、もう全然シーバスです。でっかい、しかも、あー、でかい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 。これドラグ聞こえる？ほら、ジリジリって。一発で食っちゃったします。本当にもうこれは長丁場になりそう。うわー、潜るな。横じゃなくて縦に潜ってるぞ。深いんだよ、ここ。足元で10メートルあるからね。今一気にボトムまで行かれたな。おお、意外に浮いてくるぞ。そんなに大きくないのか。よし、よし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 。おお、ちょっとちょっとちょっと、堤防の向こう行くんで角引っかかりそうだ。なんであっち行くんだよ。堤防の向こうかな。こっち来いよ、正面に。来た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 。ゆっくりこっち来てる。よしよしよし。よいしょよいしょ。皆さんの見えるところでファイトしないとね。おお。もう汗が出てきた。いいね、竿が。竿がもう全然余裕だよ、これ。あの、よく曲がってんだけど、トルクが素晴らしい。これまあフロローの4ポンドなんで全然無理ができてないけど、これ P だったらもうね、簡単に浮かせられちゃう。よしよしよし、だいぶ浮いたよ。おお、とっ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 と、やっぱ目が合うと。ほらほらほら、えい、あ、しっかりついてきてる。映るかな。映ってる。映りました。おお、いやはいはい、おとなしくして。よいしょ、よいしょ。たまにちっちゃくて入んねえよ。だってすげえ変な取り方になっちゃった。ぶら下がってるし、そのほら。2の4の6の70センチ歩かないかぐらい。ああ、まあよく撮れたね、これ。服一本だから、ね、見て、ほら、ズームして、服一本、リアフック、トリプル服一本しかかってよし。いや、とりあえずシーバス70あったかしかぐらいで。なんだ、準備運動。よし、じゃあメバル頑張ります。よし、じゃあ引き続きやりますけど、でもまあこういうことのついでだからね、言っておくんだけど、あのプラッキングをするときに皆さんラインが細すぎるんじゃない。僕最低でね 0.65 なの、フロロが。でこういうシーバスがね、あの多い場所ってもう大体決まってるじゃない。そういうときはもう08とか15とか
プロでもね、うん、そうしないとね、どうしてもメンバリングアジングって言ったらもうライトゲームでラインは細くリグは軽くっていうこうなんていうんだろうね、固定観念がみんなあるから、メバルズやるときでもね、フロロをね04とか05使う方がほとんどじゃない。あ、言っとくけど10ヘッドだよ。多少なくしても懐が痛くないようなリグのときはまあいいよ、うん、04、05だとね、水切りもいいし、でもプラグはやめた方がいい。ほんと僕はもう最低06、うん、ブリデンフロロだけど、で今日は08やっといてよかったでしょ。全然余裕だから、アルグラのシーバスは80クラスでも取れるからね、ドラグさえ使えば。よし、なんかまた来そうな気がするんだよね。でもいっぱい見えたからね、水面ね。でもね、パチャッとは出ないんだけど、モヤモヤともじったりするから、もじりは、あ、イカナゴっぽいな。ピチャ、あ、また食った。あ、いかん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 、あ、さらにでかいの食っちゃった。堤防に張り付いてます僕。うわ、これはこれ噂の80クラスだよ。これでかい。80いかなくても74、5とかだね。また食ったまた汗かけなきゃな。ん、走りが良かっただけか。よいしょ、ルアーなくしたくないからね、もっと強引にやったってなんてことないんだけど、竿もね、この手の竿はそこそこ肉厚でよく曲がって粘りもあるので、もっともっと強引なファイトできるんだけど、なくしたくない。ハイパーイカナゴ効くでしょ。これでっかいメバルがいたらね、同じようにパズルガサーン降ってくるのよ。イカナゴパターンのデカメバルにはシュガーミノスリム70すごく効きます。わあ、すごいなこいつ。あ、やばい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 、堤防の角に行くんだよこいつ。ちょっとでもすれたらアウトだよ。ひぃ、おドラグドラグ締めたい誘惑に駆られるんだよね。ドラゴ締めて強引にやりたいんだけど、あ、おっと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 、うわ、ガボッとか言ってる。これいかん。うん、瀬戸内シーバスプラッキング急遽変更。たくさんいるよシーバス。あっとっとっと、結局ね、しなる竿って魚がね本気で暴れないのよ。だからここまで来るのは簡単に来たのは本気になってないから。で、硬い竿だとやっぱり鼻から本気で必死になって逃げようとするから、ラインやフックに負担がいくんだけどね。Pスペシャルにしても曲がる竿っていうのはね、やっぱ魚が暴れないし、この竿もテイストの時にはね、メバ、20センチくらいのメバルでもね、まあ、ベリーやバッター曲がりはしないけど、お、見た。ほら、来たよ。来た。太いだ。
同じぐらいか。よいしょ。同じぐらいか。ことに引っかかっちゃって。持て。よしよしよし。よしよしよし。本日2本目のシーバス。もう、しんどいです、僕は。なんてこった。よいしょ。ご苦労さまです。シーバスマンに変身してるよ、もう。ちょっと曲がってませんか。よっ。またテール服だよ。なんだろうね。うん、うわ、ヒールがついてた、こいつ。うわぁ、海のヒールが気持ち悪い。よいしょ。へぇ、こんなんだ、こんなんだ、ヒール。ヒールだよ、これ。いやいや、夜なのに昼。よし。うわぁ、硬いとこ座って。あぁ、もう勘弁してよ、君たち。本当に勘弁してよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お帰りいただきましょう。僕も疲れたけど、シーバスも疲れた。お帰りいただきましょう。よいしょ。ちょっとちょっと。よいしょ。